まだ飲んでない、2014年5月11日のデイリーです。はい、この罠はこうやって地獄行く条件は結構シビアですね。そうなんですよ。一つ一つの条件はそんなに難しくないんですけれども、まとまるとね難しいんですよね。ワコデイリー生本番。これはね罠があるんですよ。こういう罠に僕は引っかからないんですよ。もう引っかからない。昨日と同じこと言ってる。大事なことなのでもう一度言いました。引き締めていこう。やっとスペランキー買ったよ。やったね。索敵大切です。よいしょ。ほいっと。犬が左にいるのかな。こんばんは。おっぶね。あ、犬下だ。引っかからない。スピランキーセール来てほしいね。この前これはデイリー始めた時に来たんだよね確かね。あれ取んないとこ。あ、取っとくか。一応取っとくか。怖いけど、これ事故怖いけどね。よし、デイリーです。いきなりデイリーです。今日も練習なしのデイリーの方がね調子いいんだよね。メガネー、メガネー。あ、大丈夫か、大丈夫か。あれ大丈夫だな。よし、この罠は蜘蛛の巣に引っかかるんで大丈夫です。爆破します。安かったよね。そう、セールしてたから始めたんだよこれ。ああ、テラリア安いね今ね。 75% オフだっけ。あと iPhone とか Android でも出るんでしょテラリアね。あ、ペパプリア、ペパプリ面白かったねあれね。すごいね、最後の方すごい感動した。おじいちゃん出てきてねおじいちゃん出てきてね、あのチラシ渡された時にものすごいねうるっときたもん。おじいちゃんって気持ちになった。おじいちゃんお前ってやつは。テラリア安いですね。1-2 なのでこれ取りません。 1-2 にはどうやら、絶対店があるようなので 1-2 のテラリア安いよ今。グダグダでしたね。いや最後はねもうなんかラストね、もう何ラストの日だっていうのが分かってきてるから、これはもう一気にいっちゃおうと思って。よいしょ、成長してます。おじいちゃんはいい人でした。そう、エンディング迎えました。あぶね。スターバウンド、あ、じゃあカメラ。え、これどうすんの。あ、ちょ、何今の。え、今何。幽霊撮影しよう。カメラって何。え、あ、セーフ。自分で眩しかったね今の。今の意味わかんないね。幽霊撮るか。じゃあ幽霊取るか。ニャンパス取ります。ニャンパスとボムかな。店長取ったら怒るからダメだよ。ああ面白いよね箱丸版か。箱丸版欲しいんだよな。箱丸版ね、なんかね、オンラインマルチができるらしいんだよね。よし、撃退はできないと思う多分。戦うかな。おお、店長撮影すると多分死ぬ。カメラ売れないと思う。あれ撮れるかな。はい、撮れねえな。オンラインマルチやってみたいんだよな。バトルモードはね PC 版にもあるんですけれども、 PC 版はねバトルモードにしろオンラインマルチにしろ、オフラインじゃ、オンラインじゃなくてマルチはね、オフラインじゃなくてできないんですよ、マルチプレイ。ミンスペ、箱にミンスペあるの？あ、スペランキーか。あ、来た。よし、取るぞ。どっちだ？そっちか。小さくないよ。なんだよ、これ。なんだよ、これ。はい。
わらわら。おう、セクシー。わらわら。かわいい。わらわら。なんだよ、あれ。わらわら。女だったの。わら。乙女だったの。わらわら。わらわら。かわいい。わらわら。男じゃなかったんだ、あれ。わらわら。坊主取ってる。わら。やべえ、ダブル近い近い。わら。坊主取ってる。わらわら。坊主取ってたね。わらわら。焦ってやがる。わらわら。デイリーヘル。幽霊。やだ乙女。わらわら。坊主取ってる。わら。決め顔。わらわら。これはいい。わらわら。これはひどい。わら。いい選手だな。おっけかわいいです。わらわら。わらわら。幽霊の写真撮影。女性寄りなのか今の。わらわら。あいつ誘ってたね。よし、オッケー。奥が深いな、このゲーム。奥が深いっすね。おかまだったのか。よし。カメラは、これね、敵がね、ピオル。敵がね、ちょっと、眩しいってなる。それだけ。カメラは基本的に弱い技、弱いですよ、これ。カメラは弱いっすよ、これ。ペーストかな？ペーストと、ボックスかな？ペースト買いだよね、これ。あ、全部買っちゃおう。爆弾さえあればなんとかなるんだよな、最悪な。足らなくなっても、お金って必要なんですか？お買い物するのにお金って必要なんですか？祭壇あったけど、あれは無視でしょう。ピオリはしないのかな、これ。止まるぐらいだね。ゴートルートやな、これ。よいしょ。これ、買ってくねえかな。あ、買ってくねえな。お金って必要なんですかね。どうなんですかね。あー、しまった。しまった、これ。いける。おし。オッケーオッケーオッケー。お金って必要ないんじゃないですかね、もしかして。あー、大きいやつが、大きいやつが踏んじゃおうか。やべ、よいしょ。カメラを置いてきた。ちょっ、よし、足した。犬どこ、これ。犬いたよね。犬左、これ。犬いないな。犬スルーか。お金って惜しいのかな。入っちゃっていいな、これ。入っちゃおう。スパイクなくてもいけるのね。スパイク、うん、あのね、大きい雲はいける。いいでしょ。大きいね、ただ、大きいカエルはダメなんだよね。大きいカエルはスパイクないと倒せない。犬発見。ワーム行く？今の大雲で初めてうまいと思いました。あー、ちょ、食われた！ちょ、ちょっと。おい。滑るんですね、わら。あ、ちょちょちょ。ひどい。わら。わらわら。あーあああ。わらわら。わらわら。犬とかした。あらら。いきなり食われた。ふざけんなよ。よいしょ。助けることができなかった。守れなかった。犬が犬。犬が犬。よいしょ。守れなかった。守れなかった。これが犬食いってやつか。犬死に、犬食い？犬食い？確かに犬食いだけどさ。犬食いっていう、犬を食いって感じだよね。犬を食い。犬食われ。あ、あ、反応あるぞ。ここだな。犬死に。上か？下だよね、今の反応。上か。あ、これだ。ここだ、ここだ、ここだ。ここだ。いい感じ。これはね、でもね、これはあれだよね。この感じあれだよね。この感じあれだよね。そうなるよね。まあまあ、しょうがないよね、これはね。不可抗力だよね。不可抗力だよ。しょうがないんだって。しょうがないんだって、これは。これは、下開けとくか。下開けといて、店長が下に行くようにしよう。で、はい。
下行け、ほら。よし、来た。え、来た来た来た。右の。あー、キスパラ。あ、ちょ。借りるだけ。キスパラあるかな？これは地獄行ですな。強盗するならキスパ確認した方が、テロリストとこなれた作業ですな。気になっても勉強をそうじゃないですか。。いや、右に爆弾投げようと思ったんだ。これはね、よし。このまま練習も録画して、動画で見てる人を、お、今日はクリアしたのかみたいな空気にしよう。ね、このまま練習しよう。このまま練習しよう。ね。ちょっと今日ひどかったな。まだ酒飲んでないんだけどな。まだ一口も飲んでない。尺稼ぎでーす。しょうがないんだよ。今のデイリーです。失敗しました。2014年5月11日の尺稼ぎでーす。でんでーん。これひどいな。二日酔いなの？250ml ぐらいしか飲んでないんだけど、昨日。ビール。デイリーが続いてる程度。今日は長いな。空気だけね。よし、尺ごまかそう。だって動画になんか、ねえ、30分動画時間あった方が、よかったとか言ってる人いたんだもん。そんなこと、ちょ。出口近いな。これロープだな。尺稼ぎでーす。これロープだな。よいしょ。2回戦目。今から、酒飲んだ方が多分調子いい。で、これでワンちゃん、ワンちゃん地獄に行ける。まだね、今ね、ちょっと事故って死んだから、完全に、油断で死んだから、全然ね、あれなんだよ。全然ね、集中切れてないんだよね、今ね。祭壇あるな。デイリー終わった。デイリー終わった。デイリー終わったなぁ。パソコン版英語です。ただ、英語だからどうってことはない。よし。爆弾どこ？そうだよ。今日は毎日デイリーだよ。いや、今日、毎日じゃないな。今日はデイリーだよ。よいしょ。あっ。これでも、何売ってるこれ。買えない。欲しいな、あれ。欲しいけど無理だよな、お金的に。よいしょ。強盗する？強盗の練習するか。よし、オッケー、強盗の練習しよう。強盗は、これじゃね？これで強盗じゃね？これでしょ。はい、来た！はい、来た！あ！あ、今のはですね、ちょっと動画勢知らないんだと思うんだけど、動画勢は知らないと思うんですけれどもね、テレポーターというアイテムで、今のね、テレポーターでちょうど店長がいる場所にワープすると、店長が死ぬっていう、そういう技があるんですよ。ちょっといけるかなと思って。セカンド尺稼ぎですよ。大丈夫。まだ大丈夫。もうまだやってても怒んない。動画勢は。動画勢は怒んない。そう、まだ今日何もしてないから、こんなんで終われないから。サービスじゃなくて、だって、なんか、今日はダメだったのかみたいに、動画の最初にさ、時間でクリアできたかどうかをさ、なんか悟られちゃってさ。
これは悲しいなって思って。これあの大体デイリーみたいな感じです。ああお金取ってない。もったいねえな。何もしてない。不正見てる。今から本屋。暗い。2万円2万円。2万円いけるんじゃないかこれ。2万円いけるよねこれ。よいしょ。サービスタイム壁に埋まった。どうせタグで刺しちゃう。強盗だな。いや強盗しなくてもいけるってほらほらちょっと。悔しいからテレポーターで超速クリアしよう。泥棒。下行け、下行け、ほら、下行け。下行かねえな、あいつ。来た。おい。くっそ。あれ取れないんだけど、あれ。あれ取れないんだけど。なんであいつ。変える。来た。よし、来た。よし。ゲット。虫ゲット。これで変える。で、マトックも買っちゃう。ああしまったしまったマトック買ったら。マトック買ったらこれ持てないじゃん、これ。マトック買ったらこれね、取れないね。無意味やん、これ。無意味と思うじゃん？無意味じゃないんだ、これ、ほら。無意味じゃないんですよ、ほら。ほら。見えねえよ。爆弾買おう。見えないやん、これ。見えないやん。いける。いけるって。見えてた、今の。マジ全然見えなかった。よし、出口確保。犬がここにいたよね、確かね。犬どこだっけ？いた。犬確保。マトクも確保できるね、これ時間的に。コンパス欲しいね。マトクも確保。もうロープはいらんでしょ。あれマトクどこ？まだあるから大丈夫。上か？あった。惜しみなく回収するスタイル。上。来た。ほら、いいでしょ、これ。あ、やばい、暗い。やめとこう。よし。これはいけるでしょ。ペロン。月際大事だね。うん。かなり来てるよね、これ。暗闇に動じなくなってきたな。やられるけど、ぷわ。動じないよ。だからなんでそうやってフラグを立てるのか。やめとこう。逃した魚は大きい。これ危険だね。あのこいつ危険だな。よし。で犬がいる。あ、これデイリー終わった感じ？デイリーです。犬が犬。犬どこだろう？デイリー100稼ぎだよ。デイリーだよ。嘘、ほぼデイリーです。そうです。来た。あれ？いらねえじゃん、これ。よく考えたらこれいらないじゃん。カメラ。今ね、ちょっとね、酔ってきたかもしれない。あれ？ねえ、よく考えたらなんか、マントある、取ろうって思ったけど、これもっといいもの持ってた。ジェットバッグ持ってんだな。よし。来たじゃねえ。外れた上にしかも当たったとしてもいらないやつだよ、あれ。よく考えたら。なんかね、調子悪いね、ここのとこね。幽霊はいいよ。ムドンちゃん、あなた疲れてるのよ。上位互換ではないとムドン様が言っていた。上位互換ではないね。事故ないから、ケープだと。ケープでね、あのゆっくり降りるとね、針に刺さんないんだよ、あれ。ケープ実は強いんだよ。知ってた？刺さんないんだよ、あれ。強いじゃん。針刺さらないって。うん。まあ横からビョーンって伸びてくる針にはもちろん刺さるけど、それ掘ったら掘ったら掘
掘れないんじゃない？ジェットパックは自己リ岩盤は掘れない。そう。ジェットパックは、うん、そう。こういう感じでしょ？ただ、初耳モード。あ、ちょっと。ほうほう。そうそう、ガス欠が怖い。よし。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、この感じ。いいよ、爆弾あるよ。これ、地獄いけるんちゃう？いけそうだよね、これ。ガス欠あるね。あ、やべ。あ、違う、こっちだね。こっちを捨てるべきだ。縁もチャレンジしよう。あ、危ねえ。え、爆弾どこ？爆弾じゃない。出口じゃなくて、なんだ、あ、いて。あれ？男の子捧げたいんだけど、捧げる場所がないんだよね。ここほら。宝箱どこ？宝箱どこ？これ。どこよ？あった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 。よし。デイリー絶賛デイリー中です。男の子を捧げたいけどないよね。祭壇ないよね。ここ祭壇ないね。よいしょ。これ降りれるか。ないよね。ないんじゃしょうがない。ないものはしょうがない。しょうがないからないって言うんだよ。ちょっと待って待って待って、今のはないわ。今のはちょっとかっこ悪い。作るしかない。いや、作れないよ。作るしかない。作るしかない。畑から作ろう。作るしかないかな。減ったね。ちょっと、なんなのこれ。ワームはいかない。祭壇発見。よし、いい配置。いい配置。これはね、出入り中ではないんですけど。よいしょ。いいよ、いいよ、いいよ。いい感じ。じゃないよ。おいしい。これ強盗しないルートですよ。これ平和ルート、平和ルート。あ、ミスった。延長してない、延長してない、延長してない、延長してない。カパラ欲しかったね。カパラもう一人ね、捧げないといけないんだよね。延長した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 オッケー。危ない危ない。いいね。生放送は危ない。楽ちんだね。オッケー。なんか売ってるね。宝石赤じゃないかな。よし。ほう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 。これ爆弾買いましょう。いけるでしょう。まあ、どっかあるから。330分延長しました。まさかの6時間放送。わら、宝持ってかないの？持ってく持ってく。強盗いらないのつまんね。お宝金貯まったのに。強盗しなくていい時はしないよ。調子良いね。調子いいね。今来た。事故らなければいける。1作るしかないから、誰かこれがデイリーかどうか教えてください。デイリーかもな。もしかしてデイリーじゃね、これ。よし。
ほら、5万くちょ、5万、5万いける、5万いける。タグミロ、デイリーですよ。死体捧げないの？デイリーだよ。死体捧げ、あ、捧げた方が良かったかな。時間的にきついから。よし、来た。息がいいよ。おい、おい、やめろ。ありがとうございました。ちょっと、あれ、なんだよ。戦闘が大事。デイリー終わったことだし、地獄見せてくださいよ。あ、壊れちゃった。地獄、そう、地獄見せられるんじゃないかな、この感じだと。多分。かもね。応答しないと、そうか。ショットガンがなくなるのか、途中で。なるほど。ボス倒してみる、これ。丁寧に行こう。そう、主まだ倒してないんだよ、これ。さあ、来い。宝石で潰してモンスター倒せるんだな。今ね、そうだったね。ちょっとそいつじゃない。主倒せるかな、これ。よし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 。倒せねえ。かてえな、これ。どこいる？おお！え、かって、なにこれ。よっしゃ、やった。やったけど、これお宝取りに行くのきついんだけど。いける？来た。おお、宝ゲットー！お宝ゲットー！来たで、これ。いいね。いや、でも、そんなに美味しくなかったね。ちょっと確認しよう。いや、頑張った割には美味しくなかった感じするんだけど。え、5万 ?5 万、な、5000だよね。あ、合計5万か。頑張った割になぁ。うん、リスクの割にね、リスクの割に微妙だよね。反応ないね。1万か。強盗回避ルート、確かにリスクに合わない。闇市まだ本当にクリアしてるの？闇市来ないね。うわ、あ、あ、ショットガンゲット。あ、でもな、ここでショットガンゲットしても手に入んないからな、後で。爆弾の方大事か。どうしよう、これ。これでいけるか。いける、よし。犬ゲット。ブラマ強盗した方がいいかな。ここで銃手に入れれば強盗できるよね。で、強盗した方が確かに、あの、店長が毎回出てくるからショットガンが手に入るんだよね。足墓探そう。ここで足墓をゲット、足墓からショットガンゲットして戦力を増強しよう。で、キスパーラーはいらないか。どうせね、強盗したら、ああ、どうすかな、これ。おっと、あった合う！強盗しない方がいいよ。そうだね、強盗しない方がいいか。とりあえず反応あったよね。どこだ、ここ。下か？この辺か？反応あるよね。あ、ああ、ここだ。ここだ。あった。お墓ある？あった。ここだ。よいしょ。よし。で、墓を。お宝持ってくる？これ。いらないよね。時間きついよね、これ多分。
次行っちゃうよ。行っちゃいます。いいでしょう。うん。お金あるしね。よし。強盗パターンかな？ね。とりあえずニャンパスでしょ？ニャンパス。あ、ないかもしれない、動画で言ったこと。でででで。おぉ、ちょっと罠、これは罠、これは罠、これは罠。刺され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 。よし、よし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 。ペロール、ペロール、ペロールか。いや、ペロールことはないな。ペロール必要ないな。普通に買おうか。で、バック、いや、どうせアンク使うから、いらないね。ペロール必要ないね。どうせアンク使ってライフ4に戻るから、こうでしょ。これ買ってみる？まだ出入り？まだ出入りでーす。テレポはいらない。ジャンピングシューズがあるな。余裕っすね。ルーレットできる。しない。メガネ買っとっか。メガネ買っとっか。あ、カメラ売ってんじゃん。メガネ買おう。あれ、おかしいな、デイリーなのに。スパイクないのか。スパイク欲しいね。まあ、10話からなんとかなんじゃねえかな。メガネいいね。デイリーじゃないじゃねえか。わらわら。今日のデイリーは長いな。おう、衝動買い。ルーレットで破産しよう。今日のデイリー長えな。でもほとんど買えるからね。環境、わら。いや、4。でもニャンパス手に入れたから。フラマなんか、うまいぬ。わら。ダイスで破産。よし。ニャンパス手に入れたから結構いいんじゃないかな。30分超え。これはいったか。30分超えですよ。行こうね。今さらですが、ニャンパスはどういう効果があるの？ニャンパスはね、あの出口の位置が分かるんですよ、矢印で。これが超強い。そうそう、モアイ像のとこで死ぬ。円弧長くなっちゃうな。よし、入る。今の身長さいい感じ。酒は何飲んでるの？あ、そうなんだ、今までクリア朝日、クリア朝日、クリア朝日。この尺稼ぎの時間が長いな。尺稼ぎ長えな。そういえば今日は米牛表示してないんだね。そうそうそう、してたらうるせえって、しない方がいいって言われた。あぶね。あ、助けて。あぶね。危ない。スパイクないんだな、これな。スパイクないから滑るんだよ、これ。今スペランキー買った。クリア朝日、デイリーはクリアできない。危ない、わら。デイリークリア朝日、デイリークリアしたじゃん。録画してるよ。尺稼ぎが本編アップ。危ねえ。犬どこだよ。犬どこだよ。お宝ゲット、お宝ゲットしまーす。あぶね、あぶね、今のあぶね、今のもあぶね。よし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 。銃置いてこよう、銃置いてこよう。で、犬取る必要ねえな、これよく考えたら。もうはいないんだから。ないよね。一応確認しとこう。スナイプされるところだった。犬いる？上から来るぞ。助ける必要ないね、これ。祭壇も犬の、祭壇もモアイもないから。犬いてもどうせ死ぬから。ここかな？多分ここ。ああ、モアイやった。モアイ発見。祭壇ねえかな。最大ヒットポイント、いや、最大ヒットポイントはいっぱいあるよ。ただ、なるほど。祭壇だ。あ、しまった、倒せねえ、これ。どうすっかな、これ、捧げるか。捧げたらカッパラ手にあるよね、多分これ。よいしょ。犬どこだ？下か？上だな。早く早く早く。犬いた。よし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 。
しよいしょ。手に入るね、2匹目なら。うん、カッパラゲットするとかなり先が楽になるから。あぶね、これ捧げよう。人間性を、いや犬を捧げよう。団体が黙ってないぞ。どこだ、上か、あここだ。はい、ボーン、きたー、きたー。じゃあ死にまーす、死にまーす、死にまーす。動物性を捧げよう。きたー。まあどうせハメか一撃なんだよな。出たー、ワンワンを刺さりまーす。ぐさっ、やったぜ、これはでかい。きたー、これはでかいよ。シャッカン上に置いて、いて。え、シャッカン上に置いていけるの？シャッカンここに持ち入れんの？これ抵抗はないのか。あ、自分を捧げよう。ジェットなくなったよ。え？え、あるある、ジェットある、ジェットある。背中装備は消えないんですよ。これ死んでも。できないよ。できないか。わこ、わらわら、ジェットあるよ。ジェットあるよ。3の4ね。わら。ネバーかな？しかしね、これきついな。何がきついってね。あれなんだよね。うん。プラズマキャノンがあるじゃないか。いやスパイクがないのすげえきついんだよ。今何したの？スパイクがないのきついんだよ。今ね、テレポートが怪しい銃が今回うまくいきそうですね。入っちゃう。持ってないと精神が安定しない。モアイの中にいる店長、テレポ爆弾のペーストもあるだろう。スパイクないのきついよ。でもここほら、こいつがね、スパイクないとね、踏んで倒せねえんだよ。あー、やっべ、爆弾もったいねえ。テレポーターいらんでしょ。あった、何あの場所、あの位置やめろって。あの位置早く早く早く、上から来て、上から来て、上に来いよ。よし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 、そう、祭壇事故怖い。よし、は？あった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 。よし。ボワーン。ではこのまま次の目。女の子どこだろう。女の子いた。あ、どうするあれ。どうするこれ。これ事故るな。事故るので。大丈夫かな？いらなくね。どうするこれ。ここ開けるか。集めたいね、ここ開けるか。女の子を生かしたままっていけるかなこれ。無理かな。まずこいつ下に落としちゃおうか。早く起きて。よし。いけるいける。うわ、怖っ！その手持ちどんな子か？これね、女の子から気を吸う。最強武器は事故りやすい。杖使おう。下降ります。よいしょ。事故る。これ杖使うとね、事故ります、これ。だから事故りたくないんで、杖使いません。何度か助けられるかな、これ。いけるか？いけるな。よし。ちょっと！あー、危ね。はい。で、セプター手に入れました。で、このセプターを4の2で使うと、黄金都市に行けるんですよね。プラマイゼロですけど、カパラはね、敵が出した血を回収して自分のライフにできる。結構強い。ほら、ライフ上がった今。どうすんべこれ。あ、カパラからこれさ、いらないんだよな、これ。撃っちゃおう。女の子死ぬけど、女の子死ぬけど、いらねえんだよ、これ。よし。これ、事故りますね。どう考えても事故りますね、この配置。どうしよう。事故らず行く方法ある？あ、しまった。ミスったな、今。あ、怖い。よしよしよし。よしよしよし。よし。よしよし、抜けた抜けた抜けた。爆弾いらなかったね、今な。
あ、危ない。怖い。あったおーし、来た。武器ないか。武器ないな。じゃあ入ります。黄金都市行きます。もうデイリーカットでいいんじゃないかな。デイリーカットでいいかな。怖すぎ。というわけで黄金都市に来ました。なんかすげえ飛んできた。なんだ今。ダンさんは好きだ。間に合ったかな。危ない。かっけー。高層はシャッターがいつでも手に入るってメリットもあるんだね。そうなんすよね。よし、丁寧に。どうしようこれ。気づかれないように下に行く。オッケー。あった。出口左下でしょ。じゃあここ開けます。ここ開けて、で取る前に、うーん、きついな。ここか。でじゃあ下、ここ、きついなこれ。どうするこれ。爆弾の数足りないなこれ。ここちょっと、ここちょっと開けます。ちょっと広く取って、じゃあアヌビス出します。出していいよねこれ。出すしかないね。出します。はい、さあ来い。よし、勝った。よし、アヌビス出ちゃう。まだやってた。わらわら。おお、今のは、今のは地獄の書だっけ、悪魔の書だっけ。悪魔の書を取るとアヌビスが出てくるんで、あいつを倒すと、倒さないと後々大変って。でこの悪魔の書を使って死の書か、そうです、死の書、薄い本、死の書があると、このウルメクを倒した時に地獄に行けるようになるんですよ。地獄行けるでしょこれ。うん。でまず、よいしょ。店長になるんだったらいいよ、ほっとくよ。爆弾足りるかなこれ。開けます。ここ、よいしょ。爆弾足りるかな。じゃあもう例によって、わかんない。例によって、オルメカを右に寄せて、オッケー。あ、あぶね。今の燃料切れですね。燃料切れ。で、死の書がパクパク言う上に、ここだ。ここ。もったいなかったね。死の書がパクパク言うところに、地獄の門があるんですよ。下くぐった方がいいなこれ。さあ来い。よーし、来た。パクパク言うのはここだね。ここ。ここの下。ここの下に地獄の門がある。だからここを掘っていく。ここは時間大丈夫ですね。こんだけ広くすれば大丈夫でしょう。あった、地獄の門。これですね、下のやつ。これが地獄の門です。だからここの上でオルメカを倒せばいい。てん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 。いけちゃうねこれね。爆弾をちょっと節約。来た。これいけるでし
幅足りるでしょ。縄いらない。これ一応ここ開けとく。地獄行けますね。さあ来い、来ておいで来ておいで。ほらぴったり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 。ぴっ、オッケー。ほら、ほら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 来た地獄ほら地獄入った。今ちょっと危なかった。ぴったりだった。ペイント、わら、おー、おー、おー、パチパチパチ、ほらヘル、おー。来ましたぜ、これ。そう。わー。それで、オルメカを足場にして、地獄に入れるっていう。これが地獄。これがデイリーだったらいいね。あいつ踏めるかな？来たぜ、これ。ただね、これね、もう無理だと思うんだ、これ。こっから先無理だと思うんだよ、正直。正直無理だと思うんだよ、こっから先は。難易度高い。あ、ちょはぁ、ちょっとね。あー、もう尺掛け席終了でーす。終了でーす。お疲れ様でした。